Video Diary December the 8th 2017 by Hiroshi Hayashi Hamamatsuri Japan ビデオ日誌2017年12月8日林博史です。おはようございます。今日はピッピとの生活という題して我が家の家族の一人であるピッピについて話してみたいと思います。と言いますか、もう 7,8 年私の家にいるんですよね。ですからまあ人間に例えるならばですね、もうかなりのおばあちゃんということになります。まあ、ともかくわがままいっぱいに育ったピッピちゃんであります。もう人間を人間とは思わないと言いますかね。食事の用意ができますと一番先にテーブルの上にやってきて、まあ、あの好物っていうのは決まってますからね、まあ、それを見つけると私たちより先に食べるわけです。そして自分で食べるというよりも私のところに来てですね、こうしてピッピって鳴いて、そして食べ物をくれと、まあ、そういうふうにねだるわけです。で、私は、まあ、高校2年の時からですね、1年の終わりからですけども、ずっと欠かさず、本当に欠かさず鳥を飼っています。いろんな鳥を飼いましたけども、文鳥が多かったんですけどもね、高校1年の割に飼い始めたのが文鳥ということで、文鳥というのはだけどもこうして比べてみると頭はそれほどよくありませんね。しかしこのボタンインコというのは、まあ、結構頭がいいですよね。例えば食べ物の間についたてなどを置きましてもね、自分で回って食べに行くとかね、あるいは簡単なって言いますか、蓋付きのものだったらですね、その蓋をくちばして開けてその中のものを食べたりしますよね。まあ文鳥はそういうことはできないわけです。しかし鳥は大きいから利口かというとそうでもなくて、私の印象ではボタンインコよりも石製インコの方が、まあ、頭がいいと、そういうふうに感じてますけども、まあしかしね、7、8年生きる、もっと生きるかもしれませんけどもね、結構なおばあちゃんで、くちばしの先がややっていうか、もうボロボロになってきたという感じがします。今この音を立てるとですね、こうして踊ってみせるわけです。まあ、いろんな芸らしきものはするんですけどもね。しかし苦手なのがカメラとかビデオカメラなんですよね。まあ、やっとなんだかんだってなだめすかしてこうして撮ったという感じです。で、この手袋が好きなんですよね。で、この手袋を見ると飛びついてくるんですよね。抱っこしてってな感じでね。で、今寒いっていうか冷たいもんですからね、こうして手袋を温めて、そしてまあピピちゃんのそばに行きますとね、パッとこの手袋に、まあ、抱きついてくるというか飛びついてくるわけですよね。で、そのまま、まあ、抱っこっていうふうに私は呼んでますけども、抱っこしてあげるよなんて言いますとね、その中の手の中に入ってそのまま眠ってしまうんですよね。で、まあ、こういう状態でね、で、まあ、私の方もできるだけ時間を作ってこうして、まあ人間風に言えば抱っこしてあげるわけですけどもね、そのままだいたい大抵寝てしまうんですよね。しかしそれではね、私の方が何もできませんから、5分か10分したら据え戻すようにしてるわけですけどもね。まあ可愛いというよりも時々切なく思うのはですね、このペットが私にとっては
最後だろうなという感じを持っています。というのは、小鳥もですね、小鳥と言いながら場合によっては10年近く生きるケースもあるわけですよね。そうしますと逆算すると、私たちがね元気ならばそれでいいわけですけども、ということになるわけですよね。もし私たちがいなくなったら、このピピちゃんをね、まあ、ピピちゃんは多分、まあ、そういうことを言ってはいけませんけども、最後私たちの方が見取ることができるだろうなと思うと同時に、いつもこうペットが、ペットと言いながらもですね、家族ですから、この世を去るときには結構辛い思いをするんですね。犬も2匹いましたけど、やはり、はい、寂しいですね。で、まあこれから先のことを言えばね、もうこれで最後だろうなと、まあ、そのように感じながら、どこかでね覚悟しながら今は可愛がっています。おとといの夜、近くの温泉街にありますホテルで入浴してきました。1回650円で入浴できます。週に1回はそこへ行って入浴し、帰りにその2階にあるレストランで食事をするようにしています。それがまあささやかなと言いますかね、ある意味で贅沢な私たちの週単位の習慣ということになっています。で、私はですね、まあ風呂の中でね、視線と視線が合いますとすぐこう話しかけるというタイプの人間なんですよね。で、一昨日の夜はですね、相手の方の方から私に声をかけてくれました。私があの白いね、あのカミソリを持っていたもんですから、その白いカミソリはどこで手に入れましたかってね。で、私が、その入り口のところに置いてありますよって言いますと、ああそうですかってことで話が始まりました。で、言葉がよく理解できませんでした。後で分かったんですけども、年齢は80歳ちょっとだっていうふうにおっしゃっておられました。で、その最初の言葉でですね、私は自分がもうと言いますか、私の今度は逆にね、言葉が詰まってしまいました。例の出ますか、三陸沖大地震で、そしてそれに続く津波で、東北のその方がおっしゃるには、福島から来ましたよっていうの最初おっしゃったんですけどもね、愛町という町が漁村って言いますかね、 ありますけども、そこにいらっしゃったということです。そしてたまたまその日はですね、浜松の方へ仕事に来ていて、それで難を逃れたわけですけども、家族5人のうちね、4人があの津波で亡くなってしまったと。
で一人は長男だったんですけどもね、その方は今浜松に住んでおられて、今一緒に浜松市内で仕事をなさっておられるそうです。飲食店を経営なさっておられますけどもね。でそういうところから話が始まったんですけども、その一言でもう私は言葉が何も出てきませんでした。ただね、こう言ったのを覚えてますね。よく乗り越えられましたねって。家族ね、まあその方の他に5人いらっしゃったわけですよね。5人いたんだけども、福島にね、そのうちの4人が亡くなったと、そういうことなんですね。でまあこういうことを言いますと、なんかこう深刻な話になるような感じですけども、私の方は深刻になりましたね。ところがその方はですね、ケラ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 と笑って話しておられるんですよね。そのなんて言いますか、落差と言いますか、どうその答えていいのか、どう話していいのかって迷うと言いますか、言葉が出てこないんですよね。はい、その明るさの向こうにはですね、その人の深い悲しみや苦しみ、辛い思い出が、まあ、凝縮されているわけですけども、まあ、どう答えていいのか、どう話していいのか、どう判断していいのか、本当に迷いました。まあ、いろんな話をしてくださいましたけどもね、例えばですよ、私の住んでいたところではね、ズーズー弁でね、例えば果物のナスと、それから梨ですね、果物の梨とね、野菜のナスがですね、同じ発音だって言うんですよ。だからその方が住んでおられましたね、愛町の方では、梨とナスを言い分けるためにね、果物のナス、それから野菜のナスというふうにして、頭にそういう言葉をつけるんだそうですね。というような楽しい話もしてくださいましたし、若い頃はね、大型漁船のキャプテンをしてたんですよということをおっしゃいましてね、で、まあ、年金はね、まあ、30万円ぐらいあるんだよ、だけどね、女房が亡くなって25万円になったんだよっていうようなことをですね、ケラ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 と笑って話されるんですよね。で私の方はですね、もう最初の一撃でですね、もう何にも答えられなくなりましてね、そうですか、そうですか、というふうにして、まあ、話を聞く。普段はね、結構私の方からも話しかけていくんですけども、まあ、聞く一方でね、そして今その温泉へね、今日は一泊で、その息子さん夫婦とね、一緒に来てるんだよって話をしてね、よかったですねって話をして、まあ、別れたわけですけども、まあ、風呂の中でね、そんな話をしみじみとしたといいますか、長湯をしてしまいましてね、それでこうのぼせてしまいまして、ふらふらっとしましたので、まあ、その日はね、軽く洗って、まあ、すぐ出ましてね、脱衣所の方に行きました。まあ、そういうことがあったわけですけども、本当に大変だっただろうと思いますね。辛かっただろうと思うんですけども、その底抜けに明るいと言いますかね、その明るさの中にね、何かしらこうやるせなさと言いますかね、を私は感じました。まあ、いろんなふうに思ったんですけどもね、どんなに不幸などん底になってもね、そういう人が今いるということ自体がですね、私たちにとっては、まあ、明るい希望と言いますかね。そして今どんなに、まあ、仮にですよ、不幸な目にあったとしても、まあ、もうその大震災からね、10年近くなるわけですけども、10年後にはそういう明るさを取り戻せるのかな、自分ならできるのかな、というふうにいろいろ考えさせられました。まあ、そういう方のね、辛い経験をもとにして、自分の人生観を組み立てるというのは、これは許されないことですけども、しかし同時に私たちが忘れていけないのは、今ある価値、今ある自分というものに感謝し、そしてその価値をですね、
今この時点において確かめるということですね。そして同時にもう一つ大切なことは、そういう話といいますかね、そういう経験を聞いたときにね、決して利用してはいけない。つまり明日は我が身と受け止めて、今日一日、今この一瞬を懸命に生きていくということではないでしょうか、というようなことを感じました。では今日のビデオであり、これで終わります。 Bye for now.